青地雄太郎青地雄太郎から九百二十六年十二月二十四日は明治から大正時代の政治家衆議院議員青地藩三郎の長男として駿河国志田郡前島村に生まれる八百八十四年十一月家督を相続した静岡の浅引塾掛川の基北学者を経て東京専門学校に入学し八百八十六年 同行政治経済課を卒業する。1889年、賃尾村初代村長に就任し、現在の東海道本線藤枝駅の賃尾への誘致、役場や学校の建設、伝染病予防のための隔離病者の建設などに尽くした。他、地方金融の整備のため、賃尾実業銀行を創立し、物流集散のため賃尾運送合資会社を立ち上げた。 この間、陳太尾村会議員、志田軍会議員、道産次会員、長平参事員、学務委員、所得税調査委員などを務めた。1902年8月の第7回衆議院議員総選挙では、静岡県軍部から出馬し当選。後立憲国民党に属し衆議院議員を通算4期務めた。1915年政界を引退し実業界で活躍した。 藤枝駅前に銅像が立つ。ありがとうございます。